おお、よきよき。よき、ああ、いいですね。女帝が板についてきました。麻雀遊戯王。みなさん、こんにちは。麻雀遊戯王のお時間です。私、麻雀大好きアシスタントの渚です。よろしくお願いします。そして、こんにちは、イーピンくんです。そして、日本プロ麻雀連盟。コナミ麻雀ファイトクラブチームの高宮まりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日も高宮プロに来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあ高宮プロ、ちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、選手名鑑、 M リーグ選手名鑑の方をですね、拝見しまして、勝負飯、米、対局前のルーティン、ご飯は食べる派ですということなんですけども、はい、お米がやっぱ一番好きなんですか？米が好きですね、はい、いや、うん、そういえばさっきもせんべいって言ってましたもんね。本当だ、言ってましたもん、ね、米だ。基本やっぱりパンよりも何よりもお米だぜみたいな。いや、そうですね、基本あんまりこう麺が食べたいなって時とかあんまり、まあ、たまにありますけど、うん、まあ、基本はやっぱ米と何か、はい、だから好きな食べ物って言われてもなんか、はい、ほら米に合う何かが好きじゃないですか、うんうん、あ、なるほど、やっぱ基本米が絶対基準、ね、そう、米と塩、はい、味の塩気のある何かみたいな、はいはい、すごいのんべえなイメージ、はい、お酒は飲めないんですけど、はい、あ、でもやっぱお米が好きっていうことなんですね。そうなんですよね。すごい、はい、純日本人というと言い方はあれですけど、やっぱお米が好きっていう、なんかあんまりそのなんて言うんでしょうか、そのイメージとしてどちらかというと、すみません、インピクの勝手なイメージなんですけど、はい、パン好きなのかなって思ってたんで。そうだ、宿女でベルセルク買ったから、はいはい、あのバラが飾ってあったあたりからなんかそういうイメージしてんのかなって思ってます。やっぱりあの宿女っていうイメージを考えると、はい、パンかなって思うんですけど、やっぱお米が好きなんですね。お米が好きですね。ただ、まあ、朝ごはんとかは、はい、あの結構差し入れで甘いお菓子とかいただくんですよ、はい、朝ごはんは朝ごはん代わりにお菓子食べてるんで。あ、なるほど。もしかしたら淑女っぽいかもしれない。そこに淑女の可能性を見出します。そう、いや、パンがないならお菓子を食べる状態ですよね。そうですね、まあ、パンがなかったらって、多分アントワネットさんはどっちもあったと思うんですけど、はい、私にはお菓子しかないんですけどね、はい、朝ひたすらお菓子を食べればいいじゃないということです。そう、あ、ね、朝とかほらやっぱちょっと準備するの大変だから、はい、本当は朝から私とんかつ食べれるんですけど、はい、おー、すごいガッツリ、すごいガッツリいけるんですね、うん、でもちょっと朝って基本時間ないんで、はい、お家にあるお菓子をいただいて、はい、おります。はい、時間さえあればとんかついけますなっていう話。時間さえあればとんかつでもね。わー、すごい、がっつりやっぱ体力が、麻雀って体力必要ですもんね。そうかなって私は思う。でも食べない人も多い、食べない派の人も多いんですけど、分かりますよね。そう、私は食べたいですね、白い米を、はい、分かりました、ありがとうございます。そんなですね、はい、マリー・アントワネットと同じ名言を出した高宮プロがですねこんな企画をやりたいと思います。ハイサワーゲーム、はあ、こちらですね、前回やりました、こちらは、まあ、麻雀間違い探しですねの、同じような、まあ、アレンジマージャンの1個なんですけれども、こちらですね、高宮プロにですね、ハイ様、女帝になっていただいて、ちょっとマージャン遊戯王チームと戦っていただこうかなと思っております、ね、はい、ということでですね、ルールを説明いたします。こちら、陽平さん、渚さん、星野さん、イキさんというマージャン遊戯王のチーム4人でですね、はい、マージャンをしていただきます。こちらが平民チームです、はい、そして高宮プロは、女帝、ハイ様としてモニターでですね、その麻雀の様子を見ながら平民たちが麻雀で上がるのを邪魔してもらいます、はい、女帝の笑み平民は、自分たちが誰か一人でも上がればいいので、例えば、まあ、相談はしないですけれども、どの当たり牌があるのかななんてことを考えながら、はい、協力して上がることを目指します。おー、なるほど、はい、で、ハイ様である高宮プロはその麻雀をモニターで見ながら3巡目ごとに邪魔の指示を出します、うん、はい、そして邪魔の指示を出して上がらせないようにして、ね、はい、流局に持ち込めば高宮プロの勝ち、誰か一人が上がれば、平民チームの勝ちというルールになっております。うん、さあ、ということなんですけど、高宮プロ自信はありますでしょうか？結構難しそうですね、3巡ごとですもんね。そうですね、はい、で今までも、何回かやったんですけれども、滝沢プロ
はですね平民チームで参加していただいたんですがきっちり、差し込みでですね上がる。ああなるほど、はい、そうなんです。当たり出してくれた技もできるんですよね。そうですね、はい、何待ちとかは言って言わしないんですけども、はしないけど、はい、やっぱ竹澤プロは読んで、はい、見事に差し込みまして、はい、そうリッチしてたので、はいはいはい、これが当たりなんじゃないかっていうのをあえて切ってくれて上がることができました、はい、なるほど、はい、ということでですね、相当鬼にならないと、はい、ハイ様は勝てないということで高宮プロの女帝ぶりが見れるんじゃないかと。そうねおっとなんだろう、ゾクゾクするぜさあということで、平民チーム対、ハイ様ということで頑張っていただきましょう。それではマージャンの方に移りたいと思います。どうぞ。あ、それでは平民チームの準備ができたようです。さあハイ様大丈夫ですか？今回いけそうですか？まあ今とりあえず天砲出んなって思ってますそうですね、はい、天砲出たらもう一気に行きたいと思うんですよね革命起きて終わっちゃいますからね。で簡単にですね、今ご説明させていただきます。ハイ様はですね、3巡ごとに今出てます、一覧の中からですね、選んで指示をしていただきます。プラス、1回だけですね、高宮プロのオリジナル指示をしていいです。はい。はい、もうこれはどんな指示でもいいので、ここぞという時に使ってください。どんな指示が飛び出すかというのは、皆さんお楽しみにしてくださいということで。はい。はい、では平民の皆さん準備はよろしいでしょうか？スタートしてください。お願いします。どれどれ。さあ始まりました。いいですね。ハイパイはどうかな。ゆっくりとハイパイを始めていきましょう。まあ、まあ、親の星野さんのハイパイがこんな感じですかね。うん、瀬渚さん、いいね。いいです。揃っておりますね。洋平さんはまだまだ、ね、あ、イチさんが一番いいな。そうですね、イチさんが一番いいスタートを切ってる感じがありますが、さあどんな指示を出すかちょっと考えていただきながら、はい、さあ20秒終わりました。星野さんがもうさ、星野さん、あ、皆さん慣れてらっしゃるから、はい、左から2杯がいらなそうな範囲になってますね。そうですよね、今そうですね、ま、ちょっとまとめて2杯しまとめてますからね、うん、洋平さんはそんなこともないけど、やはりもう平民チームは平民チームで対策をちょっと練ってるでしょうから、そうですね、はい、ね、なんだ泣こうと していたか。30人、はい、30人に入りまして、ということで今3巡目が終わりまして、はい、今平民チーム指示待ちの状況です。さあハイ様、まず一つ目の命令をお願いいたします。そうですね、はい、いやね、直近の3枚にしようか、直近の捨て牌3枚と手牌チェンジにしようかと思ったんですけど、はい、陽平さんが白が被ってしまったので、はい、ね、はい、3巡の間詰まった後不正牌をしてぐちゃぐちゃに混ぜた後、はい、1枚に切るにします。はい、聞きましたでしょうか。三巡の間積もった後伏せ牌をしてぐちゃぐちゃに混ぜた後1枚切ってください、はい、三巡の間はですね自分の切る牌を選べないということです、はい、さあでは星野さんからお願いいたします。しかもこれ三巡の間ずっとですからね。さあ星野さん、はい、ぐちゃぐちゃにしてあ、いい感じにぐちゃぐちゃにしてますね、はいいちいちリーパイをしなきゃいけないですよ ね、 これそれがね向こうも混乱を極めますね。あ、出ましたよ、はい、キューピン、キューピンですね。どうなったかな、慌ててどうだったか見なきゃいけないですね。そうですね、統一だった気がするからな、キューピンは。さあ、レスナーの、はい、キューピンを、そんなにダメージでもなさそう。
ただこれはあれですね、積もったのを見るまでもない感じですよねぐちゃぐちゃにしなきゃいけなくなっちゃうので、トンの方が良かったかもしれないから良かった。そうですね、なぎさが今悲鳴が上がりましたから捨てたくない灰多分捨てちゃったんだと思います。数万ドラやドラ捨てちゃいましたからね。おお、よきよきよき、あいいですね、女帝が板についてきました。高宮プロの灰様ブリューはこれはこれは可能性ありますね、灰様勝利の。もうこれなんか良そうだな。メンツから切ってくれると嬉しいな。チーピン。今マージャンをしているのか心配をしているのか分かんないですよね。赤スジャー、赤スジャー、いきましたね。ああ、星野さん、ボツボにハマってきております。なんだかパーツかメンツから来てくれると嬉しいな。お、いいわですね。はい、ぐちゃ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 とね。今これ2巡目ですか。はい、2巡目です。3品も良さそうだね。そうですね、まあ、これもリーパイなんですね。またXさんのチーピンメンツだったんだな。さあ、イキさんは崩れてほしいですね。ねえ、はいはい、あ、お、良さそう、これはいいね。いいですね。さあ、最後の、シャッフル3巡目に入りましたね、はい、これが終わったら星野さんは星野さんはもう息も絶えないのこんなにも作戦がハマるかという感じですね。いいね、木田さんはトントかな、トントか、うん、トントかなんかとりあえずターン切ってほしいな、ね、トン切ってくれると一番いいな、はい、先ほど作ってましたからね。さあ、あ、うん、すげー、トンピンもいいね、あるかな、ねえ、はい、ヨーロッパであったような気がしなくもない。はい、さあさあさあ、洋平さんは切り抜けたか、それはいらなかったっぽいな。そうですね、洋平さん切り抜けたかが今ありましたね。なんかちょっともう楽しそうに見えてきましたねシャッフルしてる感じが、はい、嘘です、はい、ただこれ4人の手どうだったかなって感じなのよね。そうですね、あのみんな一回分かんなくなりましたさあここで6巡目に入りました。はい、さあでは落ち着いたところで灰様次の指示をお願いします。そうですね、はい、どうしようかな。さあじっくりじっくり考えてますね。じっくり追い詰めるかのようにもう星野さんの捨て牌が赤くてしょうがないですね。どう、はい、ウーマンウーピンウーソーキレ、はい、聞こえましたでしょうか。持っている方ウーマンウーピンウーソーを、この順では切ってください。お願いします。いけません。もしこれ引いた牌が、それぞれウーマンウーピンウーソーでしたらそれでも良いってことですね。あ、これね、はい、ベストだったっぽいな。なるほど。あ、なるほど。そっちは行きました。なるほど。あ、でも確実に皆さん捨てられてますね。はい。さあ、そしてそのまま8巡目、9巡目と言っていただきましょう。あ、泣きました。これ意図が伝わるとあれだな。ちょうどね、はい、星野さんとナギさんがトンモチモチになったんですよ今。なるほど。あれこの声って聞こえるんですか。あ、これ今聞こえてます。あ、そうです、はい、指示の時以外はですね聞こえないようになってますなんでそう特急券使っても、でも星野さんの手は若干厳しいから、はい、
あ、なるほど。あ、すごいですね、わしさん、ね、ひたすら泣いていこうというドラを捨てた開き直りがここに出てますよ。でも今んとこまだタイヤに見えるけど、あ、でも本質に見えちゃうと困っちゃうな。そうですね、上がったらもう勝ちですからね、点数なんか関係なく。そうですね、はい、さあ、お、9巡目終了のようですね。さあでは、あ、まだだった、まだだった、ごめんなさい。いいえ、ここもイーシャンテンになってしまったな。しのさんの神座か。はい、あ、でも泣かせられそうな牌はあんまないね、うん、さあここで90名が終了ですね。そうです、ね、はい、さあでは続いての指示を牌さんお願いします。直近の捨て牌3枚と手牌をチェンジで。はい、聞こえましたでしょうか。直近の捨て牌3枚と手牌の3枚をチェンジしてください。手牌の3枚は、何でも構いません、はい、さあ、さらにぐちゃぐちゃにされるわけですねさあ悩ませておりますが、せっかく整う、悩んでますね悩んでますね悩んでますね。さあどれをいくか、さあ選びましょう、さあ、さあ、ほう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 、はい、帰ってまいりました。そして渚さん、お、潔いですね。なるほど、うん、どうせ捨てるならもう殺せてしまえという太陽平さんです。おお、なるほど、はい、あ、しまった、赤があったか。そうですね、まあ、でも赤こそありましたが、まあまあまあ、はい、ね、星野さんがね、ちょっとね、泣いてたからね。そうですね、はい、星野さんの、まあ、抑止力には十分になっていると思いますが、はい、さあ、ミキさんも、あ、なかなか、さあ、全員、はい、終わったところでまた、はい、3巡回ります。星野さんはね、これで良かったと思うんだけど。そうですね、星野さんはこれで十分遠回りになったと思うんですが、はい、はい、陽平さんとイキさんがですね、誰か一人が上がればいいというルールなので、そうなんですね、なかなか、そうなんです、ここはね、難しいところではあります。でもね、テンパらせない作戦をね、取ろうと思ったんですけどね。はい、うん、そうですね、まずテンパらせないっていうのが、はい、重要だと思います。イシャンテンだな。愛が揃ってきていると。あー違うんだよ、さあ、うん、そこも確実に確実に長引いてはいますからね、ダメージは、うん、あと太陽展開だな、まあ、陽平さんは意外いい感じになってきますね。ねえ、感じピンいるな、山に。ちょっと微妙だったかな。はい、陽平さんがこれをパーを見せました。イキさんはペースを抜き、さあここで3巡また立ちました。はい、それではハイさんの指示をお願いいたします。はい、うん、じゃあここで、はい、マリちゃんルールで、はい、出ました、マリちゃんルール。さあオリジナルの指示が飛びます。さあではオリジナルの指示をお願いいたします。と、はい、対面同士で、はい、手牌をぐちゃぐちゃにして、はい、手牌を、はい、2枚ずつ交換してください。2枚ずつ交換、
はい、聞こえましたか。対面同士で手牌をぐちゃぐちゃにして2枚選んで交換してください。かき混ぜられますね、ここは。さあ、ランダムに2枚を選んで選んでいっております。大内さんは頼みますよ、はい、さあさあ、どのようにどのようにシャッフルされたか楽しみですね。大事だから。はい、出ました。ちょっといいけど、まあ、はい、でも、星野さん、はい、単位を使えるようになったね。ばらけました、ばらけましたね。次の問題こそ出てきますが、そうね、1個前の問題はこれで、ね、解消されてますね。はい、そう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 。でもそういう、その繰り返しですね。ね、一個一個そう謀反を潰していくっていうパターンだと思います。結構これ大変かも、はい、ただここまで終局行ったの初めてかもしれません。本当ですか。今までもう9巡目ぐらいで3つ目の指示ぐらいでもう上がられてますから。、はい、そうこれを望んでたの、これを、はい、いいですよ、望み通りの結果に、はい、ハイ様の望み通りにことが進んでおります。キロやめてほしいな。あとはいえ、よし、セーフ。セーフ。いいですね。あー、自力。いやー、自力で積もった。え？あ、そっか、1、2、3ピンでないしたか。イエーイ。残念でした。残念でした。トンを渚さんが泣いたところで、はい、そうですね、トンがここなんだよな、問題は。そうすると今度は渚さんのパターンを潰しにかからなければいけないな。そうですね、トン泣いた後の形がそこまであれだから、はい、うん、次の手はね、割と考えて、さあ、そうですね、次の潰し手を考えていきましょう。これはポン抜けになるんですか、星野さんは。星野さんはその場合、そうですね、これでイキさんが終わったら次の手かな。天敗だね。さあ、一騎さんが転敗しましたですね。さあ、転敗です。お、左端対策してきたね。そうですね、左、さあ、しっかり左端対策でのリーチということで、さあ、ここでまた愛様の指示があります。平民の皆さんの待ってる姿勢が平民っぽくなってきました。はい、もうしっかり待つといいですね。さあ、愛様の指示をお願いいたします。ね、はい、じゃあやっぱりここは、はい、全員左端から2杯をワンパイと牌交換。さあ、聞こえましたでしょうか。左端から2杯ワンパイと牌を交換してください。さあ、ここでですね、ワンパイと交換することで、さあ、どうなりますでしょうかと。この場合、イキさんがこれでリーチじゃなくなったら、そうなんですよ、リーチの取り消しですからね。ポイント、そこがポイント、はい、ですね、イキさんがさ、どう転がるかですね。星野さんは上がり役がなくなっちゃった。そうですね、星野さんはもう泣かせにいってる、はい、
吉野さんはもう他の人のサポートにしか回れなくなったと思います、はい、さあ潰れました。あと3人ですね。そうですね、はい、あと3人ですよ、はい、そうなんですよ。不敵な笑みが見られております。シャーチャなんだなあ。天敗ではなくなったね。はい、天敗でなくなりました。なのでちゃんとリーチが取り消されております。助かる。ひりつきますね。あと何順と、あれ、これ最後だった、もしかして。これがもう最後ですか。これ天敗るなって思うしかない。そうですね、なぎさんが泣いて、はい、来ました。はい、こういう時にでも渚さんの強運を持ってますからね。ね、はい、渚さんと生きさんなんだよな。そうですね、陽平さんももうまあ大丈夫かなという感じでしょうか。そうですね、はい、泣かしに行ってるな、はい、さあ生きさんがしっかりとリーチ棒が閉まったところです。さあ何を引くかですね。やめろ。スッチンは傭兵さんに差し込まれると辛いな。さあ再びリーチです。ミキさんが再びリーチです。差し込めるのか。さあ星野さん、さあ星野さん差し込めるかという局面に、はい、悩んでおります。どうやったらサポートができるだろうかと。いやでも傭兵さんがね、一番きりそうなんだよな。おめでとうございます。あーっと、ここでやりよったな。差し込みに成功です。うわー、ミンチームの勝利となりました。だいぶ追い込んだんですけどもね。もうちょっとだったのに。もうちょっとだったんですけども、いやー素晴らしい名勝負だったと思います。はい、いや、やっぱりこの名勝負見応えがありましたね。見事平民チームの勝利ということで、おめでとうございます。見事。いやハイサも悔しかったですね。ハイサも悔しいですよ。悔しいですね。やっぱこうハイサマルールをさ、はい、自分の手配をさ、山と全部交換ぐらいでよかったのか。それもとんでもないことした方がよかったかもしれませんね、はい、許されるならば、はい、もうちょっとだったのに。はい、もうちょっと惜しかったですが、はい、皆様お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ハイサマゲームお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、だいぶんと激戦でしたが、いやー惜しかったですね、ハイサマ。そう、イキさんのちゃんとなくなったと思ったんですけど、そうですね、勝ちちゃいましたね。こちらから言うと、ハイサマは確実にその時その時の危ない手を確実に潰してはいたんですけれども、平民チームが最終的に、まあ、チームワークといいますか、はい、ね、押し切った感じになりましたね。頑張りましたね、はい、頑張りましたね。相当だと思います。はい、こうだったかなとか結構いろいろ思い起こされるのが楽しいですね、これは。いやいい頭脳戦でしたね。最初こそ、はい、高井宮プロはちょっとあどうしようって言ってたんですけど、途中から本当に女帝みたいに、はい、もう高井宮プロからよきよきっていう言葉が出た時に女帝以外の何者にも見えなくなりましたね。あ、すごい様になってるって思いながらイピングワクワクしながら見てたんですけども、ねえ、わらわ頑張ったのよ、ね、女帝抜けてない。いやー、渚さん的にはどうでした、そのそちら側でやってて。うん、あ、もうなんか最後はもう本当に生きさんが一番良さそうだったんですよ、うんうんうん、良さそうだったから、なんか 何でこうサポートしようみたいな感じでみんな考えてたと思います。うんうん、最後はもうリーチ、はい、2回目のリーチした時はもうどれだみたいな、ね、マンズだなみたいな感じで、もうチームワンみたいな、平民チームが1人がリーチをしたら、うん、そこに振り込むっていうチームワークになるんですよね。作戦は転敗させないだったんですけど、うん、そうです、でもだいぶ最初から高宮君がそれを言われてまして、多分転敗されたらもうそこに向かっていかれるだろうと。そうですね、転敗、はい、されちゃうと3巡待てないなと思ったんで、うんうん、そうですね、力強かった、うん、
いや、ただこれは今までのハイサマゲームの中では一番の名勝負だったんじゃないかなと思います。はい。星野さんはおそらくもうハイサマの方には戻ってこないと思います。平面チームの楽しさみたいなのすごい今知ったと思うので、ね。星野さんはすごい命令に惑わされててくれてて、すごい楽しかったです。ね、はい、はい、赤いの捨てちゃうし、ね。めっちゃ赤いの出てきてびっくりした。だったんですけども、最終的に差し込むということで。ね、いやー、まあ、ならではですね。うん、はい、ハイサムゲームならではでございました。いやー、ぜひ高宮プロ、またちょっとこれ、ハイサムゲーム。これまたやりたいわ。ありがとうございます。ぜひ次回またよろしくお願いします。はい、ぜひね。ありがとうございます。というふうにですね、卑怯な形で次回の出演を確約したところで、はい、皆さんも楽しみにしてください。ということで今日はここまで。またねー。